小節目の、4拍目の裏タリラララ、ここもタリララ頭ではないです。タリラララ裏、自分たちが弾いてから、誰か頭入る？タリラララって、だからセカンドの人以下は頭だね。だからセカンドのファーストの人がラリラララ。ファーストの人はシンコペーションで、ファーストの音がシンコペーションで弾いたら、次の小節の頭はセカンド以下の人がラリランランラン、ラン上げて落とす。ラリランランラン。だそこで道枝さん前にもなんかシンコペーションで釣られた場所がありましたね。川の流れのようにああいうところで釣られない。ラリランランランドーン。そこでちゃんと頭が入らないと、この人たちが着地点が分からないんですよね。シンコペで入って不安だな、ただでさえ不安な人が、こっちも一緒にタラランランランって突っ込んじゃうと、もうごちゃごちゃになっちゃう。しっかり頭、小節の頭が入る人はしっかり入りましょう。C の1、2、2拍目の裏から、パラララーといきましょう。ワン、ツー、タラララだけください。いい、ワン、ツー。タラララ、シー。あ、前か。どっか入ったの？すげえなそれ。あ、ごめんね。そう、 C の三、なんだ、二拍半前ね。一小節前の前っていうことです。あ、二拍目の裏。一小節前の二拍目の裏。あ、そう。次の小節の。そう。あ、そうかそうか。ごめんなさい。同じだからね、リズムが。じゃ C の前からですね。C の前のそこのリズムからいきましょう。あ、ここに終わるから。お、ワン、ツー。そうそう。ちゃんと食いついてね。カウント短いけど、ワン、ツC、 5小節前の、これはね、ファーストの方、4拍目の、それ、裏ね、4拍目の裏、そこで頭で入ってたりする人がいます。タリラ、タラとか、タリラ、タラ、タリラ、あ、違う、タリラ、タリラ。わかります？4拍目の裏ですね。こんなとこもあるね。そういうのを、そうそうそう、頭で入っちゃってる人がいます。タリラ、タラ、1、2、3、タラ、そう、ね、そこで全く同じところが C の1、2、3、4、5、6小節目にもあります。タラリラ、タラリラ、ラララ、そこ裏です。頭ではない。タリラララララって弾いてしまうんですけど、裏です。タリリ、タラ、もう一回、やりにくくはないか。 C の頭からいきましょう。 C の頭から全員で、C の頭から、
ラと同じ動きだから、タリラ最後の8分タラタリラタラです。早く入って伸ばしちゃってる、あのね、早く入って伸ばしてる、つまり頭から入っちゃってるね、タリラタラララって、まあ、前のその譜面を伸ばしてない、譜面を伸ばしてないというよりも譜面を勘違いして覚えちゃってる、タリラタラって覚えちゃってるから、タラそうタリラ3つ伸ばして、あタラララ、面白いですよね。さっきやってたところはカウントが多くなってて、ここはカウントが足りなくなってて、でしかもね、もっと面白いのがね、皆さん同じリズムをアホミューワーって弾けてるんですよ。タタ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 って、だからね、歌を歌ってるとできるはず。だそこは多分皆さんの頭の中の CD はタラララタラララララって歌っちゃってるんですよ。だから弾けない。だもうそこ CD 書き換えちゃってます。書き換え。あの CD がそうなってんじゃないの？ファーストの方はそこの D の2小節前の3連符、なぜそんなに急ぐっていうぐらい急ぎますよ、もうハラーって感じでしょ、そのままにハラーっていう、もっともっと ゆっくりです。しかもあの前ここも、あーそうですね、細かく言うとね、そこ3連符、次の拍が2拍目だから、どういうリズムになるかというと、タララリーです。わかります？どんなテンポでも、タララリー、タララリーって一拍で全部済まそうとしてるから早くなる。タララリーじゃなくて、タララリー、タララリー、次の音は2拍目の頭、タララリー。そうなってくると3連符だからそんなに早くないでしょ。で今ニャン君が指摘してくれたのが、その D の3小節前のそこの普天四部プラス8分音符のスラーのところも四分音符で全部動いちゃってる人がいる、タラリラってやってる人がいる、タラリラタラリラララララリです。覚えた？ CD 書き換えて書き換えて、ララリーやるよ、タララリなんかでも、タラリーってやりたいのがわかるんだ、すごく気持ち的だね。でもそうではないから。タララリーで。じゃあね、D の、まだ前は全然できてないよ。できてないけど、D の1、2、3、4小節前からいきましょう。D の4小節前。そう、前の小節が四分音符でずっと流れてるから、次の小節も四分音符でいっちゃうんだけど、次の小節の3拍目、4拍目は普天四部プラス8分音、リズムが変わります。いきましょう。